皆さんこんにちは、まさきです。本日もご覧くださりありがとうございます。本日は有名プチプラブランドのおすすめアイテム5選について解説していこうと思います。てことで GU、 ユニクロ、ザラ、 H&M、 ウィゴーの5つの有名プチプラブランドの中からみんなにこれがおすすめだよっていうアイテムをそれぞれのブランドから1つずつピックアップして、そのアイテムを自腹で購入して紹介していくっていうような動画となっております。結構ねここら辺のブランドのアイテムの紹介見たいっていうお声もいただいてたので、せっかくなら1本の動画にまとめちゃおうかなって思ってこちらの動画を撮影しております。そういえば話し忘れたんですが、僕はアパレルブランドクレイのデザイナー兼ディレクターでもありつつ、年間さまざまな洋服を買っていろいろなファッションを楽しんでいる僕が、服を作る側の制作者側の意見も交えつつレビューしていくっていうような動画となっております。そのためアパレル業界の人間でもあるし、自腹で購入して紹介していくっていうような動画なので、もちろん一切 PR はなし、誰よりも信憑性が高い動画になるかなって思うので、そこら辺も含めつつでこちらの動画楽しんでいただけると嬉しいです。それじゃあやっていこう。それじゃあまず紹介するアイテム1つ目がこちら、 H&M のマッスルフィットポロシャツとなります。価格が2990円で、168センチの僕がブラックの S サイズを購入してみました。こちらのアイテムはジップ付きのポロシャツってことで、今のトレンド感にも抜群なアイテムになってるんじゃないかなって思います。 H&M ね、僕普段あんまり洋服買わないんで正直何買えばいいかわからないなって思いながら見てたんですけど、 H&M のねアイテム全体的に日本人のトレンドっていうよりは結構海外寄りのアイテムが多いかなって思ったので、どっちかっていうとね、日本人の体型にはあんまりマッチしてないなっていうアイテムがメンズだと多いかなとは感じましたね。こちらのポロシャツは今トレンドのポロシャツでもありつつ、ジップがついているポロシャツってことで、他とは差別化されたようなデザイン性も魅力となっております。そしてね、今回ブラックのカラー手に取ったんですけど、結構生地が薄手のアイテムになってるので、ギリギリブラックだと透けないかなとは思うんですけど、他のカラーはね結構透けちゃうようなぐらいにはね生地感薄いかなって思います。 ZOZO タウンとかのアイテム手に取ってる方は、生地もうちょっとねしっかりした厚手のものが好きな方多いイメージなので、このアイテムはね結構頼りなさ感じる方多いんじゃないかなって思いますね。洗濯耐性めっちゃ低そうではあるよね。そして名前がマッスルフィットってあるので、めちゃくちゃなんかタイトそうな名前してるんですけど、こちらのアイテム着てみると、着てみるとねこんな感じでめちゃめちゃタイト寄りで、結構ガタイよく見やすいようなアイテムなんじゃないかなって思います。このアイテムはね試着もして購入したんですけど、結構体鍛えてないとね着こなすの難しそうだなって思いますね。やっぱり体が薄い方がねこういう系のアイテム着てしまうと、より体のラインがくっきり出て薄く見えてしまうので、鍛えてる方にはこちらのアイテムおすすめかなっていうようなね、本当マッスルフィットって感じのアイテムですね。そしてこちらのアイテムは見ての通りタイト寄りのシルエットになってるので、丈感はねそこまで短くないぐらいの、お尻まで着ちゃうぐらいの丈感にはなってるんですけど、身幅だったり裾幅が狭いアイテムってことで、丈は結構着ててね短く感じられやすいんじゃないかなって思います。こんな感じで上の方でね着てても全然おかしくないしね。そのためタックインしなくても結構足長効果が出やすい部類のアイテムなんじゃないかなと思います。ただねやっぱこういう系のタイトなアイテムあるあるですけど、顔はちょっと大きく見えやすいですよね。こちらのアイテムは海外寄りのシルエットのアイテムなので、海外ルックとか真似したい方にはめちゃめちゃおすすめのアイテムなんじゃないかなって思います。アイテムとしてもコンパクト系のトップス結構流行ってきてるので、こんな感じの身幅も細くてちょっと丈感もそこまで長くないようなトップスのアイテムにワイド系のパンツを合わせたって着こなし、めちゃめちゃ最近の日本の市場だと増えてる印象あるので、そんな感じのコーデをしたいって方にもこちらのアイテムはすごくおすすめかなって思います。それじゃあね、いいとこばかり言うとあれなので、こちらのアイテムについてねちょっと惜しいなっていう点について話していくんですが、まず惜しい点一つ目が、名前の通りこれはもうね買う時に分かってた話ではあるんですけど、サイズ感が着る人を選ぶなっていうのが1点目ですね。惜しいっていうよりはこれ買う時に注意してほしいポイントなんですけど、細身の方ってよりはどっちかっていうとちょっとだけ鍛えてる方とかガタイがいい方向けのアイテムかなって思います。部活してる学生でしっかりと体絞ってるって方にはこちらのアイテム最適なんじゃないでしょうか。だったらねサイズ上げて着ればいいじゃんって思う方もいると思うんですけど、こちらのアイテムねワンサイズ上げて試着もしてみたんですが、元々のサイジングがオーバーサイズっていうサイジングで作られてるわけではないので、どっちかっていうとサイズ上げるとゆったりとした印象っていうよりはサイズ感が合ってないなっていう印象の方が強く出ちゃうんですよね。そのためこちらのアイテムはどちらかというとタイト寄りで着た方が美しく見えやすいアイテムになるため、着れる人が限られるっていうのはちょっとしゃあない点なのかなとは思います。そして惜しい点2つ目が、先ほども出た話ではあるんですが、生地が薄くて頼りないって感じる方と、夏は涼しくてこういう系の生地ありがたいなっていう人の二極化しちゃうんじゃないかなって思います。そのためこんな感じの薄手の生地のニットポロが好きって方は全然いいんですけど、特にメンズの ZOZO タウンユーザーの方からしたらちょっと物足りないなって感じる方も多いと思うので、そこら辺はね注意しながら手に取ってみてほしいです。H&M ねいっぱい店舗あるので、
ぜひねこちらのアイテム店舗に行ってちょっと試着してみて似合うかどうか見てみるってのが一番いいかなって思います。僕的にはねめちゃめちゃ好きですね。それじゃあこちらのアイテムの総評に関してなんですが、10点満点中 9.5 点かなって思います。惜しい点一応上げてはみたんですけど、どっちかっていうと人を選ぶっていう点が強いので、まあ、僕としてはねこういう薄手の生地もすごい好きだし、あのタイト寄りのアイテムもね全然嫌いじゃないので、こんな感じのアイテムはねめちゃめちゃ僕には刺さってるかなって思いました。まあただ1点言うと顔が大きく見えるんで、こんな感じでジップ開けてきてもいいのかなとは思いました。ただね今回購入したアイテムの中でも割とトップクラスに好きだなって思ったアイテムでしたね。はい、それじゃあ今回紹介する2アイテム目がこちら、ウィゴーのストライプメッシュビッグシャツとなります。価格が3849円でその他2っていうカラーを購入しました。これなんか ZOZO タウンの方でも売ってたんですけど、 ZOZO タウンの方とね現物のカラー結構違うので、あの僕店舗で買ったからいいんですけど、そこら辺のカラーリングに関してはねご注意ください。そして購入したカラーがねちっちゃい方のサイズだったんで M かなって思います。そして表記としてはねこちらのアイテムルーシーって書いてあるんですけど、ルーシーって何かっていうとウィゴーなんですけど、その中でもルーシーってウィゴーの中のきれいめとしてのラインと据えられてるブランドで、ウィゴーに比べて少し年齢層も高い印象があるし、価格自体も普段のウィゴーよりはちょっとだけ高いのかなっていうようなアイテムが揃ってるブランドとなります。そのためウィゴーの中のきれいめラインと思っていただけると分かりやすいかなと思います。価格自体もね4000円アンダーってことでめちゃくちゃ安いので、まあ、全然プチプラの部類だなって思いますね。とはいえねきれいめラインとは言ったんですけど、結構今回のアイテムはカジュアル感が強いようなアイテムかなって思います。それじゃあねちょっとこちらのアイテムを着ながらで見せていくんですが、はい、着るとねこんな感じで結構ストライプ感とか色味の印象もあって古着感が強いようなカラーになってるんじゃないかなって思います。結構近い雰囲気で言うとクージーニットとか着てる時の雰囲気がね近いんじゃないかなって思いますね。レースシャツの中でもこんな感じのちょっとストライプが連なったようなカラフル寄りのレースの生地って、まあ、ZOZO タウンでどっかのブランドがめちゃくちゃ人気出てて、そのブランドを真似していろんなブランドが出し始めたなっていう印象強かったので、トレンド感としても抜群だし今っぽいような雰囲気も出やすいかなって思います。素材感としては薄手のポリエステル生地って感じで、まあ、レース生地の中でもちょっと薄手寄りでありつつ、化学繊維で作ってはいるんですがレース素材ってことでそこまで化学繊維感強いなっていう印象も強いので、生地としては別にね休みやするっていうことも一切ないのかなと思います。そのためねデニムパンツとかと合わせた着こなしだったり、ちょっと古着感が強いようなコーデでありつつビーニーとか被ったコーデもねめちゃめちゃ相性いいんじゃないでしょうか。どっちかっていうと学生さん向けのアイテムなのかなっていう印象強いですね。それとレース系のアイテムって夏は単純に涼しいのでストレスフリーで着用できるっていう点も魅力となります。まあ、長袖が嫌って方はねこんな感じで腕まくりしてあげれば全然いいですからね。そのためこんな感じのちょっと古着感もありつつのアイテム探してるって方にはこちらのアイテムねめちゃくちゃおすすめなんじゃないでしょうか。いいとこばかり言うとあれなので、こちらのアイテムに関しても惜しい点について話していくんですが、惜しい点一つ目としてはボタンがちょっとね安っぽいかなっていうのを感じますね。まあこれちょっとプチプラ帯のアイテムあるあるなんですけど、ボタンにまでねそこまでお金かけるブランドないので、まあどうしてもこのプラスチックのマットなボタン使ってるので、まあ一番安くはあるんですけど、ちょっとここら辺が高級感感じられにくいのかなとは思いました。そして惜しい点2つ目で言うと、結構ねレース系のアイテムでプチプラ帯のアイテムってこともあってほつれが多くて、まあ、いろんなところからね糸が飛び出ちゃってるので、これ着るの結構大変だなっていうのと、これ始末がちゃんとされてないってよりはどっちかっていうとほつれ寄りなので、長い目で見た時はねあんまり長く着れるアイテムではないのかなとは感じました。そして3つ目に関してはもうこれはね個人的な内容にはなるんですけど、サイズ感がね168センチの僕で小さい方のサイズを着てて、いやでっかいなって思うぐらいのサイジングしてるので、結構このアイテムを着られる身長は限られるのかなと思います。こんな感じでね今みたいに羽織みたいに着てるならいいんですけど、トップスとして着るにはちょっと長すぎるかなっていうのは感じますね。そのためここら辺のサイジングだったりはね気をつけながらで手に取ってみてほしいです。まあ、ボタンに関しては外して自分で違うボタンつけちゃえばいいし、まあ、ほつれに関してはほつれがないやつを店舗で選べばいいし、サイズ感に関してはもうほんと身長次第なので、まあ、そこら辺だけね選び方だけちゃんとしていただければめちゃくちゃコスパがいい買い物ができるんじゃないかなって思います。それじゃあこちらのアイテムに関しても総評をつけていくんですが、僕的な総評としては10点満点中7点かなって思います。めちゃくちゃアイテムいいんですけど、僕ちょっと一番大事なサイジングが合ってないのであんまりこのアイテムのね魅力がね伝えられなかったかなっていうのと、まあ、僕自身はあんま似合わない系統のアイテムなのかなっていうのは感じました。こんな感じの古着系だったりのコーデしたいって方はねぜひこちらのアイテムおすすめではあるので手に取ってみてほしいです。それじゃあ今回紹介するアイテム3つ目がこちら、ユニクロのスウェットパンツとなります。
価格が2990円で168センチの僕がブラックの S サイズを購入してみました。もうこちらのアイテムはね、僕が普段からめちゃめちゃ使ってるアイテムなんですけど、一応ねここにあるのは新品のアイテムとなります。こちらのアイテムね、僕の何で一番使ってるかっていうと、実はねこちらのアイテム僕のパジャマで実際に使ってるアイテムで、パジャマだったり部屋着としての履き心地も抜群だし、コンビニだったりのちょっとした外出だったりのワンマイルウェアとしてもねめちゃくちゃ最適なアイテムなんですよね。僕ユニクロの夏アイテムね、あんまり系統的にマッチしてないから紹介してほしいって言われたんだけど、何紹介するか迷ってて、ただね中途半端なアイテム選びたくなくて、みんなにねちゃんとおすすめできるアイテムを紹介したかったので、僕が普段実際に使ってるこちらのスウェットパンツを選んでみました。ユニクロはね僕結構こういう実用性高めのアイテム買うことが多いですね。下着だったりパジャマとかねめちゃめちゃ安く買えるんで、ユニクロはそこが最強ですよね。他で言うとヒートテックとかはねユニクロしか勝たんって思ってるぐらいね、僕ヒートテックユニクロで毎年買ってるんで、まあそういうアイテムもね他で言うとおすすめだったりします。話それちゃったんですけど、こちらのスウェットパンツのデザインとしては、ウエストにこんな感じで紐入ってて、ウエストがしっかりと絞れる仕様になってるスウェットパンツでよくある仕様で、裾にこんな感じのリブがついてるっていうようなザ部屋着って感じのスウェットパンツとなっております。こちらのアイテム部屋着系のスウェットパンツだと珍しいんですけど、しっかりとポケット両方ついてて、後ろにもね片方だけですけどポケットついてるんですよね。まあここもねワンマイルウェアとして最適なポイントですよね。まあこちらのアイテムに関しては本当ただのスウェットパンツってことで、まあ、シレット感とかに関してもね特段言うことないので、ぜひパジャマ探してるって方はこちらのアイテム手に取ってみてほしいです。僕はこのアイテム 5,6 着持ってるし、冬はねこちらのアイテムの裏肝バージョンのパンツを部屋着にしてるってぐらい愛用してるアイテムなので、ぜひパジャマだったり部屋着迷ってるって方はこちらのアイテム手に取ってみてほしいです。それじゃあねこちらのアイテムに関しても惜しい点に話していきたいんですが、本当惜しい点は一切ないです。履き心地もいいし、パジャマとしてはねもう最強なんじゃないかなと思っております。それじゃあこちらのアイテムの総評について話していくと、10点満点中9点かなって思います。なんで10点満点じゃないのかっていうと、まあ言うてもこのアイテムパジャマなので、まあ、デートコーデでは絶対におすすめしないし、別にねこのユニクロのスウェットパンツ以外にもいいパジャマあったりするので、まあ、手に取りやすさだったり安心感を除いて言うと別にこのパジャマじゃなくてもいいのかなっていうのが理由です。そのため僕的には気に入ってるアイテムなんですけど、まあ、みんなもねいいパジャマあると思うので9点っていう点数にしてみました。それじゃあ今回紹介するアイテム4つ目が GU のリアルレザーボディバッグとなります。価格が定価3990円でブラックを購入しております。このアイテムはねこの間の GU の神アイテム紹介的な動画でも紹介したので被る内容になってしまうんですが、 GU のアイテムの中では間違いないよねと言われるリアルレザーシリーズのアイテムとなります。僕的にはね GU のアイテムの中だとトップクラスにクオリティ高いんじゃないかなって思ってるアイテムで、そもそもが4000円で本革のボディバッグ手に取れるってのがやばいですよね。しかもねこのアイテム本革の中でもめちゃめちゃ高級感強いようなねレザー使用してるので、まあ、休みへするってことは一切ないし、4000円で買ってこのアイテム後悔するって方はね、まあ、絶対ないんじゃないかなってぐらいのクオリティが高いアイテムとなっております。生地も高級感強いんですけど、ここのねジップ部分だったり後ろの金具もめちゃくちゃ高級感強くて、ここら辺も高見えする要因ですよね。後ろ側もねサイズ調節もしっかりできるし、着用するとこんな感じで実用性もありつつ大きすぎないってぐらいのサイジングになってるので、まあ、サイズ感のバランスも抜群だし、長財布も入るぐらいのサイジングなので、幅広い方に向けたアイテムとしてはもうバッチリなんじゃないかなと思います。まあ、ただこちらのアイテム惜しい点ではないんですけど、1点言っておかなければいけないことを言うと、最近のトレンド的に見るとボディバッグってどっちかというとおじさんっていうような印象も強く、女性受けも悪いよりのアイテムになってくるので、まあ、そこら辺のね女子受け気にしたコーデしたいって方にはね、そこまでおすすめしたいアイテムではないのかなとは思います。まあ、ただ間違いなくねトレンドとしてはボディバッグ流行ってはされてっていうのを繰り返してるアイテムなので、絶対また流行ると思うので、今のうちにね買っておいてトレンドが来るまで温めておくってのもねすごくおすすめですね。それじゃあこちらのアイテムの総評としては10点満点中10点かなって思います。前も言ったんですけど、 GU の過去の作品も含めてみてクオリティ的な面で見ると最高傑作レベルだと思っております。さっきこちらのアイテム見てみたらセール来てて1000円台で買えたかなって思うので、まあ、1000円台でこのアイテム買って後悔するってことで 100% ないと思うので、ぜひこの機会にこのアイテムは手に取ってみてほしいです。まあ、他のボディバッグ売れなくなっちゃうんじゃないかなぐらいのレベルなんですけど、セール来てるアイテムってことはね多分廃盤にしようとしてるのかな、売り切れにしようとしてるのかなって思うので、まあ、売り切れる前にね買っておくっていうのが僕的なおすすめとなります。
それじゃあ今回紹介するアイテム最後5つ目のアイテムが ZARA のグラデーションフェイクレザーシャツジャケットとなります。価格が6590円でカラーがカーキの168センチの僕が S サイズを購入してみました。なんでねこちらのアイテムカーキ購入したかっていうとブラックとかのカラーに比べてよりねヴィンテージ感な印象が強かったカラーなのでこちらのカラーを購入しております。結構ねこういうチャコールだったりカーキのカラーってね加工レザーっぽいような印象が出やすいんですよね。 ZARA の加工レザー系のアイテムでいうとこんな感じのアイテムもいいなって思ったんですが、どうしても加工レザーってね工賃めちゃくちゃ高くて価格帯上がってきてしまうので、今回はね手に取りやすいようなアイテムを選びたいなっていうことでこちらのアイテムを購入してみました。定価6590円で購入したんですけど、さっき確認したらセールで3000円になってて、いやーほんと買うタイミングミスったなって思いましたね。アイテムとしてはね半袖の合皮のレザーアウターってことでもうめちゃくちゃ珍しさも抜群なアイテムなんじゃないかなって思います。他でこういうアイテム出してるブランドあんまりないですよね。そして素材感としては脂肪感もありつつ微光沢もあるっていうような素材感してて、ここら辺もね高級感結構強いんじゃないかなって思います。素材自体はそこまで厚手ではないので、まあ、夏着ててもね全然涼しく着られることはできるのかなぐらいな感じではあるんですけど、厚そうっていう印象はねどうしても出ちゃうかなとは思いますね。 ZARA の合皮のアイテムってちょっとね質感が安っぽいなっていうアイテムが多かったりするんですけど、こちらのアイテムはその中でもね結構当たりの部類なんじゃないかなって思います。最近は合皮のクオリティも価格も上がってきてて本革超えるぐらい高い合皮もあったりするので、いやほんとすごいなって思いますよね。アイテムとしては名前がシャツジャケットってある通り多分裏地ついてないのかなって思うんですけど、ちょっと紐加工されたような生地感になってて、合皮系のアイテムってね裏地つけないと着心地悪かったりするので、これは結構珍しいポイントなんじゃないかなって思います。まあ、だからこそシャツジャケットって名乗ってるのかなって思いますね。そのためね着心地に関しては抜群にいいので、そこら辺はね安心して着られるかなって思います。そしてねこのアイテム着てて暑くないんですかって聞かれると思うので、一応そこについても話しておくと、多分真夏はタンクトップとかと合わせなきゃ暑いかなって思うので、夏の初めの時期だったり終わりの時期あたりに着るってのがね一番最適な時期なんじゃないかなって思います。まあ半袖のアウター系のアイテム全般それぐらいの季節がおすすめなので、まあそこら辺と同じだよってくらいがね分かりやすいかな。まあ、僕的にはね今着てるみたいにタンクトップと合わせて着るっていう着こなしがねめちゃめちゃおすすめなんじゃないかなって思います。上まで閉じてこんな感じで着てバギー寄りのパンツだったりフレア系のパンツと合わせてもねめちゃくちゃおしゃれな印象出やすそうですよね。それじゃあこちらのアイテムに関しても惜しい点について話していくんですが、まあ、惜しいかどうかっていうよりはレザーの半袖アウターってことで暑いか寒いかは置いておいて、間違いなく暑いそうだなとは思われるアイテムなので、そこら辺はね着る際には注意が必要かなって思います。まあ、レザー系のアイテムはねどっちかというと秋冬のイメージ強いので、夏に着てたらそう思われやすいですよね。それとねこれは取ってつけた内容にはなるんですけど、こちらのアイテムダブルジップ仕様だったらねめちゃめちゃ嬉しかったかなって思います。本当1000円高くなってもいいからダブルジップ仕様にしてくれたらめっちゃ嬉しいですね。それじゃあこちらのアイテムも総評について話していくんですが、こちらのアイテムは10点満点中9点かなって思います。アイテムのクオリティはめちゃめちゃ高いんですが、夏に半袖のレザーアウターおすすめかって言われたらちょっと万人にはおすすめじゃないかなっていう点もあるので、僕的にはめちゃめちゃ好きなんですけど、こちらの点数にさせていただきました。そのため好き嫌いが結構分かれるアイテムではあるので、こんな感じのねレザー系の半袖アウター欲しかったなって方はねぜひこちらのアイテム手に取ってみてほしいです。はい、それじゃあ今回はプチプラブランドのおすすめアイテム5選について話してきました。いかがだったでしょうか。やっぱそれぞれのブランドで1アイテムずつピックアップしたってこともあって、なかなかいいアイテム多かったんじゃないでしょうか。もしねこの動画人気だったらまたね季節ごとにでもやろうかなって思います。価格帯的にも参考になる方多いでしょうし、一応ね僕の中で今回買ったアイテムの中で一番気に入ってるアイテムを話していくと、 H&M のこちらのマッスルフィットハーフジップかなって思います。僕的にはねこういうアイテムめちゃめちゃ好きなので、ぜひこんな感じのちょっとフィット感があるよりのハーフジップのアイテム欲しいって方は手に取ってみてほしいです。まあメンズの方もそうですけど、結構レディースの方にもねこちらのアイテムおすすめかなって思います。まあ女性向けだともうちょっと短丈の方がいいのかなとは思いますけどね。それじゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもいいなって思ってくださった方はチャンネル登録だったり高評価コメントの方いただけると嬉しいです。それじゃあバイバーイ。